鎌倉の海水浴場にお越しの皆さん、本日は花火大会開催となります。第66回鎌倉花火大会は今晩7時20分に打ち上げ開始となります。今夜の花火大会はこの後1時間50分後の7時20分に打ち上げ開始となります。どうぞごゆっくりお楽しみください。なお花火大会開催に際しいくつかお願い事がございます。まず喫煙については、当会場はすべて禁煙となっております。海岸や公園などの花火の見物場所並びに道路はすべて禁煙となっています。おタバコはご遠慮いただきますようお願いいたします。花火大会でゴミが散乱することのないように、今回は鎌倉市民ボランティアの協力を得て会場周辺に5箇所のゴミステーションを設置いたしました。5箇所のゴミステーションの場所は滑川交差点、海浜公園、鎌倉消防署前、鎌倉体育館前の各場所に用意してあります。くれぐれもゴミの分別に皆様ご協力をお願いいたします。第66回鎌倉花火大会は主催公益社団法人鎌倉市観光協会並びに鎌倉花火大会実行委員会です。なお公演は FM 横浜です。第66回鎌倉花火大会はこの後夜の7時20分から打ち上げ開始となります。繰り返し鎌倉の海水浴場にお越しの皆さんにお知らせいたします。第66回鎌倉花火大会はこの後7時20分に打ち上げ開始となります。どうぞ皆さんごゆっくりお楽しみください。なおゴミが散らかることのないようにゴミステーションのご利用をお願いいたします。鎌倉の海水浴場周辺には5箇所のゴミステーションが用意されています。その5箇所は滑川交差点、海浜公園、鎌倉消防署前、鎌倉体育館前の各場所にご用意してあります。皆さんゴミの分別にご協力をお願いいたします。第66回鎌倉花火大会はこの後夜7時20分に打ち上げ開始となります。花火大会の開催時間は50分間です。どうぞごゆっくりお楽しみください。